さあ昨日に続いて今日も斉藤達夫さんとお届けします。斉藤さん、はい、初夏ですね。ねえ、すがすがしい季節、はい、私たちも若いがいるような気持ちでお届けしますよ。フレッシュですということで、はい、あの初夏のシンプル和食、はい、まあ、シンプルってのはもう和食の神髄と言ってもいいですよね。そうですね、和食の良さは、ね、素材を生かすということが大切です、はい、ね、手をかけずにシンプルな料理を素材を生かしながら、その中に和食の良さを覚えていただければありがたいなと思って、今日は、はい、魚介を使ったお料理をご紹介したいと思います。あ、楽しみです。最初はこちら、はい、タコ豆ご飯ということで、この季節の定番ですね、はい、そこにタコをプラスすることによってですね、このご飯が桜になってもきれいでしょう。うまみもたっぷり、ね、しかもグリーンピースピカピカですね。ピカピカです、若返りの、ね、ものですからね。これを食べていただくと、その紹介もしますよ。はい、さあ綺麗なこの一品、そしてもう一品が、はい、カツオとそら豆のおかか揚げですか。はい、あのカツオにね、はい、花ガツオをまぶして揚げたとも揚げというんですけども、もともと古からこの日本料理に伝わるやり方なんですよ。でカツオのカツオ節の旨味がこう口いっぱいに広がってね、はいはい、サクサク、うん、そのカツオのトロトロ、そら豆のふわふわ、これまたたまりませんがなたまりませんがな、そうですね。じゃあ早速まずはタコ豆ご飯から教えていただきましょうか、はい、まずね、グリーンピース、はい、今の一番おいしい時期ですので、ちょうどね、その剥き方っていうのを紹介します、はいはいはい、豆の取り方ね、今この時期だからさえがあるんですよ、はい、ちょうどね、こちら側の筋が広くて、こっちがこう、筋が細い、そうですね、まあ、背中みたいな感じになってますね。そうそうそう、ちょっとぷっくらしてる方の方に指入れる、はい、この方がここ柔らかいから、あ、そうするとここはスーッと開きやすいし、バネみたいになってるので、で豆がね、あとパラ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 、あ、これはい、いきますね、こんな感じで、さや、はいはい、はそのまま置いておきます、はい、また行きます、で丸くなってるところを、はいはい、指入れる、そうすると中割れるかな、あ、割れました、はい、豆がしっかり、今この季節は豆がぎゅっしり入ってますから、ね、トゥル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 ーンと出していただきます。あ、もう可愛らしいです、はい、ちょっと私もいいですか、ね、はい、どうぞやってください。でこのちょっと丸くなってるところに指入れる、うん、入れる、指入れる、指入れる、何回言わせながら、豆出てきた、すごい豆、すごい、ね、あ、豆こうつながってますね、これね、今の季節だからこれだけ豆がしっかりしてる。あ、なるほど。でこの皮は捨てればいいんですか。それ捨てられない、ダメ、ダメ、今日使いまんがな、あ、これ皮も使うんですか。今日の季節やから、この季節はこのさやが大事なんです。さや使う、このね、さやの匂い嗅いでみてください、はいはい、あー、もう初夏の香りですね。すがすが、そんなっていう、そんなに近づけてせんでも、なんか今斉藤さんの指描いてました。僕の指を描いて、自分この鞘のこの指で、いいですね、この本当すがすがしいこの香り、ね、これをね、食卓にファッと開くと花が、でその前にまず豆ですけど、はいはい、豆、塩をちょっとする、はい、小さじ2杯ぐらい、これ塩を使用しますね、小さじ2、出ましたですよ、はい、皆さん、はい、塩を使用します、はい、でそれを少しこうマッサージします、豆、マッサージ、あー、そうすると豆も気持ちよくなりますよね。そう、気持ちよくなる、気持ちよくなる、気持ちよくなる、塩豆のところの薄皮に傷がつくので、はい、はいはい、色が綺麗に仕上がると早く入れる、あー、なるほど、そういういいことなんですね。そうです、これで 4,5 分ちょっと置きましょう、置いとくと、ちょっと馴染みますから、はい、4,5 分置きます、いいですか、はい、このまましばらく常温ですよ、冷蔵庫入れないで、はい、その間にこのさやを使って、はい、そのご飯の出汁を取りましょう。さやを普通捨てますけどね、捨てたらあかん、捨てたらあかん、はい、米を炊くときに使う、この時期しかない、はいはい、グリーンピース、この初夏のこの、これを煮出した、だしって言ったらいいんですか、煮汁ですね、だしでもいいですけど、水を3カップに、そこに今のさやを全部入れて、だいたいそうですね、4、5分、3、4分でもいいかな、ちょっと中火強でいいので、コトコト炊きましょう、3、4分、はい、弱火で3、4分煮る、いいですか、それが後で生かされてくるわけですね、生かされてきます、はい、これがあるかないかでね、全然今日の料理違います。あ、そうですか、わかりました、はい、じゃあもう一つの主役がタコ、タコですね、タコですけど、今日はこれをね、ちょっと薄切りしましょう、ちょっと食感を生かせるために、茹でたこの足、はい、ちょうど1本分です、はい、ちょうどね、この季節、タコが美味しいんですよ、結構薄切りですね、はい、ちょっと薄く切っていただくとね、ちょうどね、あの炊くでしょ、これ入れてご飯炊くんですけど、はいはい、炊きますね、そうそう、これがね、ちょっとこうタコがキュッと縮まってね、あ、熱が入るとね、そうそう、ははそうするとね、ちょっと花びらに見える、ああ、
なんか桜の花びらのような、そう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 、中がちょっとくぼんだような感じの、そう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 、そうすると新しいにこう、青いところにパッと赤いのが咲くと綺麗ですね。なるほど。綺麗と同時にやっぱり皆さんの家庭のご多幸をお祈りして出ました、ね、はい、タコをいただくと、2回目でございます。ご多幸でございます。でもね、いいことです、関西人はタコたくさんよく使うので、はいはい、タコ飯とかタコ焼き、あれもやっぱり同じく、うん、末広がりの八の末広たち、タコはね、八が8本あるでしょ。あ、そうですね。そういうことで、ええことがありますようにということで、これになっていただいて。なるほど、なるほど。よくね、はい、関西、芋タコ南京って、そうです、そうです。タコは皆さん好きなんですよね。好きですね。僕もタコ焼きとか大好きです。ねえ、ね。はい。この季節がちょうどね、梅雨だこって言って、梅雨に入る前のタコって美味しいのよ。ああ、そう。栄養をバッと蓄えますから。さあ、そしたら切ってる間に出汁どうですかね。そう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 。あ、ちょっとあれですか、煮汁がグリーンになってきました、ね。そうですね。ちょっとアク取っていただいて、アクでもね、もう今そんなで少し色が出てるかな。でもうちょっとでも青いでしょ。はいはい、もうちょっと煮ましょう。うん、はい。もうちょっと弱火で、もうあと1分か。1分半ぐらいかな。はい、なるほど。その間に豆に入れましょうということで、はい、先ほど塩しましたね、塩、はい、熱湯の中にそのまま塩ごと入れてください。沸騰したお湯に塩ごと、はい、塩ごと、はい、ということは、はい、ご飯を炊くときにグリーンピース一緒に炊くんじゃなくて、これ別にもう火を通しておく。そうですね、その方が今日は色も綺麗し、鮮やかな色になって、まあ、初夏の今日の、ええ、タコママゲームにぴったしね、赤い色が入って青い色、確かに小戸さんおっしゃるように、はい、豆とタコで炊いてもいいんですけど、ちょっと色がね、なるほど、そう、くすみますよ、くすみます、まあ、それはそれでまた美味しいんだけ ど、今の季節しかない、それはまた5月、6月と6月、はい、5月の末とかね、していただくといいと、まあ、ちょうど季節なんで、そうか、ご飯炊き上がったら後で合わせるという、はい、でちょっと今沸騰してきましたよね、はいはい、これちょっと弱めてくださいね、はい、あんまり強火でやるとね、豆が割れます。踊りすぎますか。踊りすぎます。ははは、ダンシングしすぎなのでちょっと弱火でことこと、あ、こと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 1、2分いきましょう。これが5と5とだとちょっとまずいですよね。ことこと、いや、5と5とはダメです。あ、はい、後藤さんはダメです。あ、はい、わかりました。ことことこと、こと、はい、わかりました。次行ってよろしいですか。いや、どうぞ。はい、はい、豆ね、あ、そうかそうか、ははええ、ちょっと、あ、今だ誰かと妖精となんかお話ししてらっしゃって、ええ、もうちょいですね。あ、でも、あ、こんなもんか、うん。ちょっと固めが美味しいけど、今日は早いね。はい、今日の豆は早い。食べてみます。いいですか。はい。ちょっと固めが美味しい。あ、うんうん。固めというと、うん、これで十分に。これで美味しいね。だからその分やっぱり火で一回も、うん、塩で揉んでるからね。やっぱりこの季節のグリーンピースは美味しいですね。で、これで、はいはい、ポイントは、うん、ちょっと流し持っていきはって、はい、で、水を少しずつ入れる。ああ、もうちょろちょろっとね。急に冷ますとね、塩が寄るの。あとね、中に入って塩分結構しましたでしょ、あれがね、ちょっとまた、残ったりするので、ちょっとここで完全に冷めるまで徐々に、なるほど、わかりました。で、ここ置いておきましょう。そうすると、綺麗なね、張りのあるグリーンピース、ね、そうです、グリーンの、ね、あ、いいじゃないですか、塩なんじゃなくてね、そうそうそう、はい、はい、そうしましたら、これがこしましょうということで、はい、こしていきます、ね、で、これが、この煮汁が、要するに、タコご飯を炊くときのね、大事なものになるわけですね。大事です。この香り、ああ、もうグリーンの香り、スタジオ中も、初夏ですね。初夏ですね。この香りを皆さん嗅いでいただきたいと思いますけど。あ、初夏っていうぐらいね、うまい、いい香りということで、ご飯炊かしていただきます。はい、どうぞ。ということで、これはこれで OK だと思います。はい、で、これは冷ましてください、完全に。完全に冷ます。冷ます。はい、もし時間なかったら前の日に取られといて冷蔵庫に入れてあってもいいです。忙しい時はね。なるほどね。はいはい、そしたら、まずご飯です。はい、ジャーに入って、お釜に入ってて2合です、うん、はい。で、よく洗って、一応ザルで15分ぐらい置いてます、2合。あ、わかります。いわゆる洗い米。洗い米。そうです。はい、で、そこへ今日は、先ほどの、はい、この茹で汁、うん。これがグリーンピースのさやの煮汁ですよ。そう。いや、こんなの初めて見ました。ほとんどお金かかってないでしょ。まあ、ちょっとガス代が少しかかるだけで、あとは変わらないですね。でも、その代わりもね、初夏の香りが、これ今の季節しかないんですから、最近豆の美味しいですよ。で、豆の味を移すんです。ね、さやなんだけども豆の味が、豆の味です、ね。もう本当グリーンピース、で、そこへお塩を入れましょう、はい。ちょっと塩味が入るとね、アクセントになりますから。小さじ1/4ほどですかね。ほんの少し。タコからも味が出ますからね。はい、で、そこへタコ入れます。
さあタコが入ります。はい、塩入ってタコ、うん、で絶対に混ぜないこと、タコが上に乗ってる状態でいいです。あ、ご飯の上に乗ってる状態混ぜると絶対にムラができますので、はい、いいですか。そしてあとは、うん、じゃあ見て書いて、あとスイッチを押すだけ、はい、あ、はい。さあじゃあこれ炊けてる間にもう一品ご紹介いただきましょう。そうですね、はい、カツオとそら豆のおかか揚げですよね。まずね、あの、はいはい、カツオはすぐできてしまうので、うんうん、まず下準備としては、あの天つゆを作ります。天つゆをまず使う、はいはい、で天つゆはもう皆さんご存知だと思います、だし汁ですね、はい、だしカップ1、はい、はい、で順番としてみりん先入れましょうね。みりん、みりんカップ1/4、はい、醤油、醤油もカップ1/4、はい、あ、みりんと醤油は同量ですよね、はい、ということは4:1:1と、はは、だしが4に対してみりん醤油1:1で、はい、4:1:1。そうですね、これはもう天ぷらでもいいですし、今日のまあ揚げ物にも全部合います。 あとはちょっとしたらこれから例えばそうめんとかにかけていただくのもいいですし、もう万能です、ね、万能ですのでちょっと覚えていただくといいと思います、ね、はい、そうです ね、はい、そしたらこの沸いてる、一応これ沸かしてくださいね、はいはい、沸かしたら一度合わせた方がいいと思います、一応軽く沸かしてください、はい、はい、ではそら豆いきましょう、はい、まずそら豆ですけども、これも剥き方いきますよ。あ、まあ立派なそら豆です ね、これ季節だから今こんだけ立派です、はいはい、これもやっぱりちょっと柔らかい、これはまあどちらから剥いても大体変わらないんですけど、そうですか、柔らかい方から取っていただいて、あ、はい、このね、お、なんかこの皮のね、お布団みたいなところからね、そうそうそう、あ、まだいましたね、ごめんなさい、出てきますね、持ってない持ってない、はい、これ守られてね、ちゃんと、はい、美味しいですよね、これもまた、ね、うん、でね、これの今日は、はい、全部剥いてしまいます。その剥き方なんですけども、これがお歯黒というところです。あ、黒いところね、はい。そこをこれやっぱり指でつまんでいただいて、こう半分ぐらい取ります。ああ、そうすると中からね、出てきます。で、はい、これまあ、ちょっとやっぱり皮も、うん、まあ、食べる方はこれ好きなんですけど、うん、ちょっと皮残るので、うん、ちょっと薄皮も全部剥きましょうとか。はい。なるほど、なるほど。お歯黒のところをちょっと、取って。で、薄皮も全部取って。それがまあ、親切。あ、今日はもうあまりこう、さっと食べれるようにしたいので、こんな感じで剥いていただくといいと思います。なるほど、なるほど。はい。いや、そら豆も美味しいんですよね。茹でてもいいし、揚げてもいいし、ね、蒸しても美味しいしね。そうそうそう、はい、はい。そしたら今度、カツオです。さあ、ここでカツオを入れる、ね。皆さん、今出ましたよ、カツオ。はい、刺身を一柵、はい、一柵ですね、でこれをねちょっと大き、うん、厚めの 2-3 ミリでもぶつ切りで結構です、のであ、結構厚いですね、厚くて結構です、どうしてもね赤身ってね縮むので、はい、ちょっと今日中をね少し生っぽく仕上げたいので、なるほどなるほど、ちょっとこんな感じでもうズバズバズバっと切っていただいた 2-3 センチ厚切りにして中をちょっと半生に仕上げるということで、はい、していただいたらいいと思います。ははさあそうしましたら、はい、さあ今度衣です、うん、はい、これまた小麦粉、はい、小麦粉、卵、これまでは分かりますよね、小麦粉、この子、この子がちょっとびっくりしました、びっくりしました、これ花ガツオ、花ガツオが衣になる、はい、おかか揚げですからこのガツオ、これがまた美味しい、ね、もしこれ、ちょっと出汁取った余りとかでもいい、なるほど、この衣自体あの味がありますもんね、もう味があるからもう誰が作ったって美味しい、絶対美味しい、なるほど、間違いない、ねえ、旨味のある衣、はい、まず一つだけやりますけど、はい、まずね、ここの粉はしっかりつけてください、はい、ここねしっかりつけないと、あのカツオがつきにくいので、あ、花カツオがね、そう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 、はい、ここはしっかりまんべんなくつけてあげてください、はい、でここに卵1個つけてみます、ね、一回僕見本でやってみますね、はいはい、卵をくぐらせる、くぐらせる、はい、でここにねカツオにポンと乗せる、はいはい、今乗せました、ここに、ここに、ここにいますよ、はいはい、目まっか、そう、ちょっと保護色になってますけどもね、はい、でここで軽く押さえてあげる、あ、はいはい、でもこのままあんまり落とさないで、どうしても散ってしまうので、ふわっとそのまま移動してください、あ、なるほど、なんかカツオがすごく気持ちよさそうにしてますね、そう、これがまたね気持ちいいからまた美味しい、料理ってそういうものなんです、やっぱりね気持ちがいい状態だと仕上げも綺麗、あ、そうですね、ほぐす、見るからにこう美味しく仕上げね、なりそう、さあ後藤さん今よか、あ、あ、はは、わかりました、じゃあこの花カツオを、はいはい、いきますよ、はいはい、ふんわりとつけてあげます、ふんわりとですね、はい、優しく、優しく、はい、じゃあちょっとこうね上からまぶしたりして、はい、ちょっとこう押さえる感じですね。はいはい。お上手ですね。あ、そうですか。いや、ちょっとつけすぎ？あ、そう。え、粉。いや、カツオが粉ちゃう。あ、粉。じゃあカツオ。カツオがね、つけすぎました。あ、本当だ。なんかカツオ足りなくなりそう。そうそう。じゃあこれぐらい。前後、はい、あの、あと全部、これ全部つけますね。あ、はい。
ちょっと本当だ。でもそれぐらいでいけるんじゃないですかね。はい。いいですか。はい。僕の言い方が悪かったですかね。すみません。いやいやいや。しかし本当にこれどんな味になるのか楽しみですね。これねカツオってね縁起いいんですよ。カツオってね漢字で書くとね当て字なんですけどね、はい、勝負のほれカツに、あカツに男、はい、男と書いたりとか、ええ、そうするとまあ勝負ごと、はい、まあ、勝負ごとっておかしいけどまあ、ええ、あのこれから仕事して受けでいろんな目に負けたらあかんでっていうことで、うん、そうですね。だから初ガツオっていうのはねすごく皆さんあ縁起のいいものだから、ね、ちょっとお祝い事に使われたりとか、はいはい、やれるといいと思います。そうですね。なるほど。上手ですね。なかなかだんだん、でもやってるうちに綺麗についてきました。あ、そう。こうやって簡単そうに見えるんですけど、やっていくと綺麗なんです。そうなんですよ。これセンスが必要ですよね。はい、そしたら温度見ましょうということで、はい、100だいたい70度ぐらい。170度ぐらい。ちょっとで、ね、はい、あんまりあの低いと、せっかくのカツオがふわっと死んで沈んでしまうので。サッと揚げるようなつもりで。あーはー、うわ、なんか花カツオが油の中でね、なんか泳いでますね。そうそう、だから花が咲くような感じでしょ。で、これでね、さっとも揚げていきましょう。もうちょっと早いかな。はい、で、さっと触っていただいて、ですから、だいたい15秒から3、40秒ってとこかな。短いですよね。短いです、ね。まあ、お好みでちょっとやっぱ揚げた方が好きな方はしばらく揚げてもらっていいんですけど。でもね、先ほど、中は半生ぐらいで、はい、お刺身用なんで、ね、そうですそうです、はい、これぐらいでいいと思います。ほほー、なるほど、そんなに怖くないでしょ、はい、パッパ弾くものでもないので、そう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 ですね、割とその、あのパン粉かなんかだともっとこうね弾くような感じ、ね、弾くような感じもしたりとか、なんか怖いなっていうけど、割と簡単に上がってしまうし、上げる時間は短いので、そんなにちょっと熱く感じるとこもないので、10分、20分上げてないかんってなると厳しいですけど、うん、そうですか。このカツオ揚げって、ね、先ほどおっしゃってましたけども、はい、伝統的なその、まあ、和食の一つの料理法。そうですね、あのこういうカツオが結構昔は、あのこの時期いっぱい取れたもんですから、どうしてもいっぱい食べる時とか、あとカツオがどうしてもちょっとこう傷んだりとか、ちょっと古くなった時にこういうもので両方すぐに使えるので、なるほどね、はい、だからもう昔からありますね、で縁起がいいので、あ縁起がいい、ね、はい、でやっぱりあの、はい、カツオというともうたたきか、お刺身かというとこですけど、はいはい、やっぱちょっと目先の違ったものがあると、また違いますのでね。そうですね。だからこれは昔からあります。ね、だんだんそういう昔の料理もだんだんこう、はい、伝えてきて、だんだん忘れられてるんですけどもね、はいはい、いいと思います。さあ、そしたらそら豆いきますよ。はい。そら豆もさーっと揚げましょう。はい。もう同じ油でいいですね。同じ油でいいです。あの、はい、あんまり揚げすぎないで、これももうさーっとでいいです。うんうん、ああ、はいはい。もうね、こういう食材って今のこの初夏の食材、水分が結構あるので、もうすぐ揚がります。なんかあの色が翡翠のようにね、綺麗になってきましたね。だから翡翠揚げとも言いますね。ああ、翡翠揚げ。はい、翡翠揚げ。だから夏の料理のことを翡翠っていう料理よく使います。あ、そうですか。さあこんな感じで、さあ後藤さん、はい、せっかくなんでちょっと ね食べるのもあれですけど、はいはい、ちょっと中見てもらいますわ。そうそう。ね、ちょっとレアな感じ。どうですか。ああ、美味しそうですね。どうですかこの完璧度。本当美しい。どうですか美しい。ビューティフル。やった。やった。はい。でもこれだけ絶対にお刺身用ですよ、はいはい。あとはこれを普通に盛り付けていただいたらいいと思います。はい。さあこのまま大きめに切ってもいいし、ちょっとちっちゃくおちょぼ口で食べる方は、後藤さんの場合はちっちゃく切ってもらってもいいですし。私お上品でもんですから。お上品でございます。ああ。こういうのでちょっとね、カツオのたたきではない、ちょっと今の時期しか味わえないもんでね、ちょっと味わっていただくとどうかなと思います。この盛り付け方もなんか素敵ですね。こう野趣あふれるというか。そうですね、もうカツオ自体がダーッと泳ぐ魚じゃないですか、勢いよく泳いでいくので、あんまりこう、はい、細かく盛らんと、ざっくり盛ってる方がカツオらしい感じがしていいに違いますかね。なるほどなるほど。ああ美味しそうですね。ありがとうございます、はい。あとはね、薬味の大根おろし、はい、ちょっとやっぱりね、さっぱりしたいのでね、まあ、確かに今の初ガツオってそんなに脂濃くないんですけど、ちょっと大根おろし入れると美味しい。なるほど。あとは生姜、これもね、はい、カツオとの相性がすごくいいので、おろし生姜、これで天つゆでね、はい、いただくわけですね。これでちょっと天つゆで召し上がっていただくと、はい、お好みでね、ちょっとこう、はい、混ぜてもいいし、上に乗せながら食べてもいいしという形でやっていただくとどうかなというふうに思います。出来上がりました。カツオとそら豆のおかか揚げです、はい、あもう早くいただきたいなと思いつつ、はい、
もうそろそろタコ豆ご飯もそうでしたですかね。タコ豆ご飯、ね、食べ込む、はい、開けますね、はいはい、はい、あ、ちょっとこの香り粘った、あ、まあ、タコのいい香りに、ね、やっぱりあのさっきのさやのね、さやも色香りがで、そこに豆入れましょう、ああ、豆が、はい、ああ、でここでグリーンピース先ほど茹でておいたもの、はい、混ぜました、はい、ね、これ混ぜるとここで色がグッと締まりますし、うん、色が鮮やかになりますね、はい、で多少こうしておこげもできます、あ、これはまたいいんですよね、はい、タコのエキスがちょっと出てこういうおこげができますから美味しいと思います、はい、で今日はもうせっかくなんでね、うん、はい、ざっくり持ってください。はい。あ、これはもうあれですね。本当にこうちまちまと盛り付けるんじゃなくて、もう、もわっ、そう、この季節でやっぱ季節ならではのものっていうのは、あんまりこうちまちま盛らんと、うん、ざっくりでガーンとんで食卓に上がって、はい、みんながあタコ飯やタコと豆や、あいつもと違うっていうのをやっぱりアレンジしてほしいと思います。はい、そうですね。そう。そしてこの旬のものの勢いをね、なんか楽しむっていう。そうですね。今おっしゃっていただいた、本当お父さんに旬の勢いっていうのがやっぱりあるので、でこういうのをいただくとね、やっぱり元気になる。はい。やっぱこういう旬の勢いっていうのを僕らがいただいて感謝していくので、こういうのにしていただくといいかなというふうに思いますね。ね、タコ豆ご飯出来上がりました。はい、いやもうこの香りがいいですよ。この豆の香り、タコの香り。すがすがしいですね。ね、そうですね。じゃあ。ちょっと材料表でね、おさらいをしましょう。グリーンピースの豆とさや、それぞれを生かした使い方がポイントでした。グリーンピースのさやの茹で汁で米を炊き、豆は別に茹でて最後に加えます。豆のグリーンとタコの桜色が美しいご飯です。そしてカツオとそら豆のおかか揚げ、花カツオはたっぷりまぶすと剥がれずきれいに揚がります。お祝いごとにもいいですね。見てくださいよ、本当美味しそう。そら豆もピカピカ、そしてグリーンピースもピカピカ。じゃあまずはタコ豆ご飯から頂戴します、はい、いただきます、うん、タコがね、やっぱりいい味出しますよね、はい、そこにあのグリーンピースがやっぱりちょうどいい硬さですね。ちょうどね、硬いのが少しあって、豆のそのコントラストがいいと思いますね、はい、やっぱり後で合わせるのがね、いいんですよね、きっとね。そしてもう一つ、はい、さあこのおかか揚げですけども、まず天つゆにこの薬味を入れさせていただいて、いただきますね。さあちょっとこうつけて、うん、おかかとこのリアルなカツオ、いや、タッグを組んでますね。組んでますでしょ、うん、すごいタッグ組んでますでしょ、シンプルなもんですけど、やっぱりこうレアがまたいいですね、この旬のカツオっていうね。こうレアのもちもち感と外のサクサク感がまた美味しいので、出来たてをすぐ食べてもらうといいと思いますね、はい、いつものちょっとしたシンプルなカツオでも、うん、豆ご飯でもちょっと何か少し細工するだけで、そうですね。あの初ガツオってちょっとさっぱりした感じですけども、はい、このおかかと一緒になることでね、また味わいがね、そうですね、なりますよね、はい、青背の魚がちょっと苦手な方でも食べやすくなると思います。そうですね、ぜひあのお試しいただきたいと思います。はい、家庭で作りやすいのでぜひやって作ってみてください。そうですね。さあ今日斉藤さんに教えていただいたお料理はテキスト5月号にも作り方詳しく掲載しています。で中には春キャベツの和風ボンゴレなどもね、もうね、ピリ辛で簡単ですよ。特に春キャベツがちょうど今季節おいしいので、いいと思いますね。これ和風なんだけどボンゴレの、ボンゴレなんですよ、ね、楽しめますよね、はいはいはい、いや、どうも今日はおいしいご馳走ありがとうございました。ありがとうございました。いや、私あの引き続きこれを頂戴いたします。はい、いやー、ね、ぜひ皆さんも作って、うん、のマルトクマガジンは万能セスキと強力過炭酸塩で家中すっきりです。